どうも、ナレーター系教員の大迫真由美です。今回は宮崎県立日南病院にやってきました。精神保健福祉士って公民にもなれるっちゃが、手げいい仕事やっちゃが。精神保健福祉の萩原さんにインタビューを行いました。県立日南病院医療連携課の萩原沙織と申します。大学卒業後、地元で働いている時に精神疾患を患っている方に出会うことも多く、またうつ病で悩まれている職員の方々も結構いらっしゃいました。そのような方々の支えになれないのだろうかと考え始めたのがきっかけです。様々な社会経験を経て入学する人も多く、専門的な知識の習得だけではなく、自分の見聞を広めることもできて、とても多くのことを学べました。1年間という短い期間ですが、勉強だけではなく友達との時間やクラスメートとのコミュニケーションを図る時間もたくさんあり、今でも交流を持っています。一般行政職と違い、専門性を生かせることや高度な医療における精神科領域の学びが期待できると思い志望しました。患者さんやご家族からはもちろんですが、チームで支援していくため、同じ職場の人からも信頼してもらえるような精神保健福祉士になりたいです。